こんにちは、速稼塾の久保です。今日ね、オリエントコーポレーションから通知が来ました、広島観光事業株式会社御中ということで、私の経営する会社に対しての、通知なんですけども、これ何かというとですね、まあ、オートローンが終わりましたよっていう通知なんですよ。いや、嬉しいですね。ベルファイアを会社の社用車として購入してですね、失礼しました2年経ったんですけども、やっぱ法人契約するとね、この2年間はその経費勘定でずっとね、少しずつ落とすことができるんですよ。一括でボカンと落とすことができないんですけども、2年間で減価償却って言って分割してね、毎月何万かの経費ですよってことで落とすことができるんですけども、まあ会社の営業で使っている車なんで、当然会社の経費で買わせていただきたいなというところで、総額はちょっと忘れたんですけども、ローンの組んでる金額が150万でベルファイア組んでたんですよね。で、150万を2年で分割して、だいたいそうですね、6万7万ぐらい払ってきたと思うんですよね、毎月毎月で。毎月6万7万の経費を2年間繰り返して、まあ、150万の、減価償却が完了したという通知でございます。会社の経費で買わせていただいて、これで所有権移転も完了したということですね。完全にローンも終わって所有権が弊社に移りましたということで、はい、お支払い耳を揃えて返しましたよっていうふうな通知でございました。本当にね、ご協力いただいた皆様ありがとうございました。特にね、 CS オートディーラー岩月1号店様、ベルファイアをね、本当に厳選して私のところに整備して送っていただきまして、本当に感謝しております。サポートの方もね、すごく丁寧で、陸送された方が運転しながらいろんなことをね、チェックしてくれたんですよね。で、気がついたところを教えてくれたんですけども、いや、本当にこの2年間大した事故もなく、本当にスムーズに乗ることができまして、いや、本当に取り引きしてよかったなと思います。これからね、ローンのない、分割のね、ない体でというかね、完済した車をまた丁寧に整備しながら乗らせていこうと思います。で、先日車検も終わりまして、車検費用がだいたいね、20万くらいかかったってところありますけども、それからやっぱり燃費はそんなに良くないんでね、すごいガソリンガスガス食いますね。ただやっぱりこうでっかい車体なんで、本当に快適に乗らせてもらってます。運転もとってもしやすいですね。ということで、本当にお疲れ様でございました。オリエントコーポレーションさんにも長年大変お世話になっております。本当にね、何度オリエントコーポレーションさんにお世話になってご迷惑かけたか、結構滞納もしてましたんでね、それも何年か前に全部お支払いできて、そして今回審査も通してくださって、オートローンが完了したということで、また信用上がったんじゃないかなと思いますので、もうちょっとね、結構金額のいくものをこれからは、組ましてもらおうと思いますよ。じゃあ、よろしくお願いします。ありがとうございました。